中央幹事会を開催いたします。はじめに山口代表から挨拶があります。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。統一選終わって、我々、今後の国会の流れを展望したときにですね、復興について、現地の状況の経過を踏まえて、立法府がきちんと議論した上で行政府に対応を促すと、こういうリード役を果たすのが本来の立法府の役目だということを強く思います。そして、第一次補正予算は応急の復旧ということを中心に合意が成り立ちました。しかしこの復旧復興の過程は連続的であります。したがって、今後二次補正も今国会中提出を視野に入れて、復興へ向けて加速していかなければなりません。その点で、政府の対応は緩慢な感を否めません。我々としては国会に、この東日本震災に対応する議論のための特別委員会を衆議院参議院に設置して、積極的に議論すべしということを提案させていただきました。先の与野党幹事長の間で、与党岡田幹事長からもそれを受けるという前向きな対応が示されたところであります。衆議院参議院ともに特別委員会を設置して議論をスタートさせるべきだと基本的に考えます。その上で我々としては復興へ向けての我が党の考え方、これは基本的な枠組み、また中身の具体策、これらを含めて早急にまとめ、来週中には基本的な骨子を発表できるようにまとめてまいりたい、また積極的に提言をしてまいりたいと思います。こうした立法府の特別委員会はこの行政権の対応を厳しく監視チェックするという役割とともに、この立法府の側の考え方、公明党を含めてその考え方を積極的に提案提言していく、そして立法府の合意を形成していく、そういう役割を担うべきだと考えます。ぜひとも政調を中心にこれらの諸問題について積極的に議論を展開し、議論をリードする、そういう役割を果たしてまいりたいと思いますので、一度結束して頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。以上です。